こんにちは。私は千葉地方協力本部で広報室をやってます、南の雲と書きます南本と申します。よろしくお願いします。私は広報係をやっております、みんなと申します。名前は海ですが、陸上チームでございます。よろしくお願いします。今日はですね、主催者の方から少々時間をいただきましたので、ぜひ千葉地方協力本部のキャラクターの紹介をせよというふうに言われました。それでですね、今から、皆さんもご存知の方半分以上いると思うし、テレビにも出てることですので、3キャラクターを今から紹介します。ちょっとギャーッとか拍手とかしていただけると3人乗りますので、よろしくお願いします。はい、では登場します。まずは陸上自衛隊自衛官千葉守君です。特技はですね、ずっと瞬きをしないでいられることです。その時の操縦していたのが、神田君です。そうです、それでは。それでは、行きましょうか。
ね、あれちなみにあの時のドルフィンライダー、ブルーインパルスの T4 はドルフィン、一回見てるんでドルフィンって言うんですが、ドルフィンライダーの隊長は千葉の人ですよ。東高校ですよ。千葉東高校出身の千葉県民の人が隊長で、あの時にバーン飛んでいったというですね、素晴らしいことになります。はい、で、ということで締めになりますけど、入隊する皆さんですね、千葉から入ったんですので、いろんなところに行きますから、千葉県にはキャラクターがあるんだよ。名前覚えたら、陸は守る、海は見た、空はいいですか、皆さん、入隊に来たら追加してくださいね。目がグリーンで泳いでてる。はい、よろしくお願いします。一応あの子供たちには千葉の未来を守るとかですね、千葉の空をかけるとかいうことでやっております。今後ともちょっとよろしく、3人キャラクターを応援お願いします。はい、じゃあお願いします。